こんにちは、あやすんちのやすです。今回の動画なんですけれども、サムネイルとねタイトルでわかると思うんですけれども、お迎え報告動画になります。皆さん大好き、この茶色い紙袋持って帰ってきましたよいやね、ショップさんに餌用のコオロギを買いに行ったんですけれども、たまたまね前々から可愛いなーって思ってた子が入荷してまして、いや思わずお迎えしちゃいましたねって言ってもね、もうこの紙袋の中にはいなくてですね、もうケージの中に移動してます。なので早速ね、そのケージを動画に投稿していこうと思います。それでは動画スタートします。どうぞ。それではね、早速お迎えした子を見ていただきたいと思います。こちらです。この子たちが今回お迎えしました都ヒキガエルの子たちです。まさかね、ショップに行ってこの子がいるとは思いませんでしたね。前々からね、ラフチャンネルの有馬さんとかよくね動画で上げてくださってて、可愛いなと思ってたんですけど、実際ね自分の目で実物を見ることがなくて、で今回たまたまねショップで見かけて思わずお迎えしてしまいました。でね、しかも3匹ですよ。ここにいる3匹の子たちをお迎えしました。はい、まずこの子なんですけれども、見た感じ普通の色の子ですね。ノーマルタイプの子って言ったらいいのかな。こんな感じの子です。いや可愛いなまだちょっとね大人サイズにはなってないですけど、結構立派なサイズになってますね。わかるかな、このね都ヒキガエルといえばこの真っ黒なお目目、これがめちゃくちゃ可愛いんですよ。あとこのでっぷりしたお腹とかねこれめちゃくちゃ気持ちいい、もっちもちしてるあとこのねどんくさい動きっすね。この動きがまた可愛いんですよ。結構ねカエルといえばすばしっこい子もいたりするんですけど、この都ヒキガエルはねもう簡単に捕まえれるぐらいのろまです。まあジャンプするんですけどね、全然でもおとなしいですね。いやーかわいいわ。よじ登ってきたどこまで行くのケージ出ちゃうんだけど、はい戻しておきます。はい、こちらの子ですね。この子はね先ほどの子に比べると黄色みがね結構強く出てる子かなと思って、綺麗だなと思ってねお迎えしました。この子もおとなしいですね。まあね、特にモルフの名前はないんですけれども、明らかにねさっきの子に比べると黄色みが強くてね、美しいなと思いましたね。いや君も可愛いね。そしてやっぱり登ってくるのねかわいいな。このゆったりした動きもいいですね。比較的扱いやすいカエルかなと思います。はい、そして3匹目がこの子ですね。この子がね一番最初見た時に一番すげえ欲しいなって思った子になります。ちょっと持ち上げてみますね。はい、この子です。いやこれ動画だとねちょっと色味がねなかなか伝わらないのが残念なんですけれども、この子ね赤いんですよ。かなり動画だとね茶色にしか見えないんですけれども、これね実物見るとねかなり赤みが強いですね。スーパーレッドで売られていてもおかしくないんじゃないかっていうぐらい、それぐらい綺麗な赤色の子になります。この子をねショップで最初に見た時に、いやめっちゃ綺麗じゃんと思って、この子欲しいがために買ったと言っても過言ではないですいやね先ほどのね2匹もねめっちゃ可愛いんですけど、この子特にお気に入りかもしれないですね。めっちゃいい色してる。この角度だと結構分かりやすいかな。背中の辺りとかねかなり赤みが強いと思います。いやすごいな、それにしてもいい色だ。はい、そしてこのケージの中なんですけれども、見た通りねまだ何にもありません。ちょっとねこれだと寂しいですし、あとね、この赤玉土がこのままだとね、食べるときにもしかしたら誤飲してしまう可能性があってね、ちょっと怖いなと思うので、今後ね、この赤玉土の上に苔をね敷いていきたいと思っております。一面苔を敷いてね、でこうやって刃物をね置いてやれば結構ね綺麗なレイアウトになるんじゃないかなと思っているので、そんなねレイアウトにしていこうかなという感じですね。今回ですね、この宮古ヒキガエル3匹をお迎えさせていただいたお店がですね、岐阜県にありますスケールさんというお店になります。ここのお店ですね、ご夫婦2人でやられていまして、すごいね親切なご夫婦でして、で生態もねいろんな種類の子がいて、とってもね楽しくて行くだけで癒されますすごいね気に入ったお店でして、定期的にね餌を買いに行ったりさせていただいてますね。今回ねこの宮古ヒキガエルが、たまたまねそのお店にいましたので、今回お迎えさせていただきました。スケールさん、本当にありがとうございます。スケールさんですね、岐阜県鳥羽市にありますので、ぜひお店の方に立ち寄ってみてはいかがでしょうか。この子たちねまだ名前を決めてないんですね。なので今後ねこの3匹の名前を決めていきたいなと思っております。今後もねこの宮古ヒキガエルたちの動画投稿していきたいと思いますので、気になる方、応援してくださる方はぜひチャンネル登録をして一緒に応援の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でおやすみにお越しください。バイバイ。